奥田清です。よろしくお願いします。まずは絵画とは何かっていう大きな命題について探っていくことがこの分野の目標になります。まあ、ただしですけれども絵画っていうふうな内容に広げてしまうとなかなかこう定義づけも難しい。で、その頭にね、私のっていう言葉をつけていただくと、私の、絵画とは何かというふうに、個人的なものにしていただくと、随分こう身近なものになります。で、その中で自分の作品、いわゆる個性を探っていただく、知っていただく、でその上で表現をしていただくのが、この分野の特徴であり目標になります。まあ、自分を知るっていうことが第一になりますので、まあ、自己分析をどういう形で行っていくかになります。で、まあ、特論なんかにもあるんですけれども、ある程度こう美術史的な背景というか、まあ、洋画というジャンルがどのようにこう成立してきたかということを、まあ、自分で調べて、自分がどういう位置にいるのかということも少しこう考えていただく。水性キャンバスの作成とかね、こういったちょっと古典的な技法についての内容の授業も、M1 ではさせていただきます。ですから、まあ、こういうこと、あるいは M1 でのドローイングなんかをこう、基本的な技術的なことをこう身につけながら、まあ、それを実施制作につなげて、その実施制作を、M2 での終了制作につなげていくという形になります。で、まあ、最後終了制作展というのがウェブ展という形でありますが、まあ、洋画の場合なんですけれども、今ちょっとここにご覧いただいているようないわゆるポートフォリオなんかを皆さんまとめられたことがあるかと思いますが、フォトブックっていう形でまとめていただきまして、まあ、自分の M1、M2 で、制作されたドローイング、それから、作品ですね、そういったものを、まあ、こういう形でまとめていただく。M2 は修士論文もありますが、それもねこの中に、同時に収めていただけたら、いいかなと思います。まあ、個性を大事にするのが洋画の指導の方針ということと、で、まあ、その個性っていうのは何かということに気づいてもらうということが、まあ、自分自身で気づいてもらうということが大事なことなんですね。で、その自分自身に気づくために、まあ、自分の作品なんですけれども、どうやって生まれたかっていうことをもう一度こう分析していただく、解析、あるいはまあ確認でいいと思いますね。していただく。で、その中で自分の作品のこれがいいっていうものをやっぱり見つけていただいて、で、終了後はやっぱりそういう発表活動をね、盛んにやっていただく。もうグループ展でも何でもいいんですけれども、ぜひとも続けてやっていただく。まあ、そこまでの指導はさせていただきたいと思ってます。大学院で制作をしたいっていう方っていうのは、やっぱり、まあ、自分の表現っていうものを確立したいって思われてる方がやっぱりほとんどです。自分のモチーフは風景なのか人物なのか抽象的な表現なのかっていうことを、やっぱり自分の立ち位置っていうか足場がどこにあるのかみたいなことを確認していただく。だから、これから入学される方なんかもそういう意識を持たれて、自分の制作に対して、ちょっとこう考えをお持ちになると、作品の深度が深まるかなというふうに思います。ですから、入ってねすぐにこういうことやりたい、ああいうことやりたいというのがある方はね、もうぜひ
入学していただいて、それを実践していただければいいと思います。で、大学院でそういう技術的な向上とかテーマを見つけたいっていうような方も一回そういう自己分析的な内容の授業もありますのでね、その中で、自分を見つめてこれからの政策というものを作っていただけたらと思います。